ん ?OK、 じゃあ録画の方開始いたしました。8月13日木曜シングル大会、アークレボー2日後なんで全然野菜みたいな感じです。よろしくお願いいたします。前夜祭2個続けました。前夜祭じゃないんで明日が前夜祭なんですけど、明日はこれシングルじゃないんで、あの文字使えないんで、これにしてます。さあ負けトーナメントは B1 内で行いますので、ね、よろしくお願いいたします。まずはレードエルフェルト対ハメンチュベットマン、勝った方がインカイト、その後はタローブ賞金、ロイソル、カリンシュミリア、オギチャンソル、ゴンザブローファースト、トップガレン、ザトウと続いていきます。よろしくお願いいたします。さあいきなりオーラロードが開かれてどうなったんでしょうかね。ハメンチュベット16万の男いくら投資したんでしょうか。さあ画面足2K2S からしっかりつないで画面足、ベッドマンはジャンプリーうまく使っている。人がね少ないんですけど確実にキャラパワーは上がっております。さあハメンチがそれを使いこなしているかどうかは別ですが、どうなってくるでしょうか。あーハメンチュ、これやばいやつじゃないですかこれ。さあリバーサル爆発するんじゃないお前自分おお強え、無敵バリアがあった、オーラバリア、そして画面端兵力受け身は取れて、ブリッツが漏れてしまった、かなり美味しい点、安いがいいコンボ選択であったのかもしれない。いやー終わった、キセお前捨て聞かしたかったか。おーゲス押し払いまでギリギリ残った。ちょっとね怪しい展開が多かったんですけども、さあ開幕前ハイスラー生えたとき画面端爆発してコパンカ2K 足払い K 投げられて置き攻めはカラバインに返して前ステップだけだとちょっと怖いですね。前ステップ黄色キャンセルなのでフォローしないと相手に有利取られてる場合はちょっときついみたいですね。さあ触って空中だけ失敗、見透かされていた画面中央KPP から金 S 立ちハイスラー、あのベッドマンのジャンプ S は最低あの受け身不能時間みたいな設定されてるみたいで、ある程度は当てちゃえばあのコンボつなげられるっていう話を聞きましたね。だからジャンプ S はコンボバーストして非常に優秀みたいですね。冬がねかなり特殊性能なんでしょうがないかなって感じがします。死んだ、あ生きてる、生きてない、あ生きてる生きてる生きてる、ハメンチハメンチどうすんの、ハメンつえめり込んでいる。最初ラウンド、ハメンチ、さあハメンチが頭を投げつけて、あーっと円月はチャイスラ、ここでバーストを投げて KPP 金 S C タスク表っぽいですね。さあこれで挟む形、あーっとここは黄色キャンセル早い、無心にこする、ジャイス、キンエス、シータスク、画面足、大きい前面は、ちょっと待って、ジャンエス、キンエス、足払い、ブライダルエクスプレスから、おーっと、ブリッツ、炸裂、こちらもブリッツ、前ハイスラーにはブリッツシールドですね、これが有効です、打って、打って、画面端、ショット、これ、ガー、さっきの助かったがどうなの、これ、おー、長かった。死んだ、打ち込ん、いや投げて、そして爆発はもう投げてました。円安出し合いしたら普通に打ち殺されるがダウンオイシャ届かないが、ワイハイサムにブライドラックスプレス、勝ったのは、レイドエルフィレットとなりました。アインカイトは連戦です。ほらハメちゃん甘いの食べて元気出せ。あれ俺一回戦投げさんに負けたらハメンチとだ、やだいい容赦ねえよ。ギルティーギー、そうです。なんで後半組はちょっと遅いかもしれません、まあ、せっかくなんでね A バンダイでみんなやってます。でこの後太郎さんとロイさん、カリンチュさんとオギちゃんさん、ゴンザブロー君とトップガレンさんと続き、下のリーグ
G さんのラムレザル、コンソメ先生のポチョムキン、エンさんのスレイヤーと、アゼスケさんのメイ、チャンプさんのイナと、ナカスベットマンさんのベットマン、 SG さんのスレイヤーと、ハセさんのスレイヤーですね。さあ、おーっと、5-on-5に見える光景が5-1。さあ S です、敗者集ベイパースラスト、オキテムは ES、 タシヤさんドンドンドン応援がシングル戦で聞こえてくる。さあ始め、さあすぐさま手榴弾を投げて 3H と総裁マイピー金ス立ちハイスラー S、 うまい、ドドドドドドーンから受け身狩りか、距離を取って円 S3 ハイスラー、うまくかわしてフリットしているか微妙な距離でしたね。さあうえー総裁ステイパースラー、いや5番ドスコイからの、そして画面押し中央声が裏返って画面押し10位梅がどうだったジャンペスか、そうですね、アイマンはこの受け身をずらしたニュートラルジャンプ S がうまいですね、無敵がすごく乗るので強いです。逃し場一度こだが前ハイ前ハイスプリットシェール画面端スプリットシェール置いて、この固めが強力ですね、アイン連携いて、おっとさすがに返せない銃弾は、キバソいい判断でしたが、ガードはガードストローに並びませんね。グライダル画面足前毛が当てた、リッパーかなんかが守れたか、まあ、手してですからね。投げは今話題のファジージャンプだと思います。飛んでフォロット貼ったらファジーって言っときゃいいです。お早い画面足、あとこれはちょっと難しいですね、パインのタイミングをちょっと考えてましたね、多分金エスパインってなっちゃうと面倒くさそうだったんで、パイン金エスしたいなみたいな、こんな感じの葛藤ですな。さあ外周を普通に通って勝ったのは2回1回戦勝利。それはキプロスプロジェクトの中負けトーナメントです。いきます。はい。太郎さんとロイさん、A 番でお願いします。レイド先生は2番。これ2かな。俺のこれ3かな。2なくね。そうすると3ないね。ちょっと待ってよ。こっち18、17。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,
2番あどっかがねえな、これ3かな、そしたら2がないんですよね。なんかね多分かぶって1、2なくて、あこれ2だな。多分ね何かがね何か被ってるの探しといてもらっていいですか。17が被ってますね、これ17です。だからここはそうだからここが3にしましょう。はーい、これで OK。 ははは、すいません。なんでその3回がもう4回3回行くの、3、4回聞いてますよ、運営手伝ってますよ。何のプレッシャーなんですかそれ。まあ、今日はね初代クソロ先生に手伝ってもらってますね。そうですね、先ほどはねかなり褒められ、おお何それ、ファイナルファイト。そして画面中央、カフ
さあ、うわーっと噛んだ人はこれバスト。さあ、クレモ飲み会幹事の太郎さん、ケディ、砕けろ、金、マイピーですね、マイピーも入るんですね、まだ。すごい、メンタルも飛び出てます。ただいなんど。さあ、ダッシュ、コパンコパンの刻んで、ブッキーだ。これは画面端連行を選択。いやらしいですね、コパンに行け。ガンフレー、わー、つながった。マイピー、確かに、D、D、K、D、砕けて、マイピー前ハイからのガンフレーム続。後ろメガフィストが刺さって追いかけた。あー、すげーのが入ったぞ。追いかける、追いかける。あと、エンギス、エスケ、ディ、ファフニール、タイ、あ、画面端、バースト、体力ドット、2敗すらか、これはもうジャンプ敗すら発生しましたね。勝ったのは、ロイソル。パロサーコ。続きまして、カリンチュさんのミリアとオギちゃんさんのサル。カリンチュさん、はい、A バンダイです。今日もヤクルトスワローズ負け格みたいな感じなんで、もう見てないです。9-0 でちょっとあまりにも辛い現実が。そう、そう、負け、この気持ちよく負けるだけで、新井さんおめでとうって。新井すごかったな。石川頑張ってくれ。さあ行きます。カリンチュメリア対それはオギちゃんそれ。まあ、2連勝してし大丈夫大丈夫。さあ、いきなり触って画面端じゃんけ。おお、エリアス今神の舞でしたね。当たんなかったっすね今。神と髪をかけようと思ったんですけど、かけなくてよかった。本当絶対冷めると思った。もう行ったから意味ないけど。さあ、アクジダッシュ立ちて2連勝したら当たらない。コメントがうずえ。さあ、そしてシークレットガーデン、こっからがこのカリンチュメリアの冷たさ。1-2-3と、そうですね、徹底してますね。シークレットガーデン中央で、そう、今回のね、あの前回も話した気がするんですけども、ミディアのジャンプハイスラが前回は当てた時に手元に手前に落ちるだったんですが、今回飛ぶように反対に吹っ飛ばすようになった、それのおかげでシークレットガーデン置き詰めできるでやったぜっていう状況にもなってると。調整って難しいなと思いますね。で、誰かがなんか言ってた気がする。さあ、足払い、ミエス、マエハイスラ、この足場に対して差し込んでいく。いや、ちょっとやりすぎたか。昇竜拳、画面足。PK からゲイ、2S カン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 と。さあ、そして先端前で嫌がらせ。さあ、ハイスラッシュ、カウンターヒット、うまい。ボルカニックワイパーで締めて、大きい攻め、コパンにゲイ、2S から一瞬追いかけますが、高速落下が怖い。総裁前ハイスラー、怖い怖い、球がどうする。一発で下で待ち構えるが、ジャンプです。勝ったのはカリンチョミリア。では、ゴンザブローファースト対トップガレンさんのザと A 番台でお願いいたします。お互い目的は別にあるよ。おぎちゃんさんは負けトーナメントありますのでお待ちください。レベル高いっすよ。
最近アインマンとリオンさんのパワーバランスがなんかおかしいっていう話を、ね、聞いてて、リオンさんがアインマンをなんか煽るようになったって話を聞いたんで、世界を知ると人間変わってしまうんだなって、俺はちょっと今悲しいですリオンさんだけはアインマンの味方であってほしかったさあ、そんなわけでいきましょう。トップガネさんの、佐藤とゴンザブローさんのファースト。さあ、体力リードはゴンザブローファースト。韓国チームっていうのは KOF っぽいんですけども、そうそうそう、半月山みたいな感じですごいことやられそうなんですけども、みんな強いんですよね。ファースト使いのなんだっけ、めまいさんもそうなんですけども、マジ強いんでね。さあ、しかしおっと、若さが、あー、これ逃げて、エンゲスガードできるか。1、中段、下段と固めて伸びる、釣りでした。ジャンディ、ジャンディ当たらず、ジャンディで追いかける、ジャンディ返して画面端に投げて、置き攻めはドリキャン、助けからうまい、ここはバーストスカイ、ここは2ラウンド選手だね、大事です。おっと、タチケ、いい場所にいました。さあ、ここドリルから投げてますねそれいいのかお前って感じの投げでしたね。おーっと、ハイサルドリル、そして分身は残っているので回さず、まずは伸びるで威嚇。おー、ガード硬いか、捕まってしまう。マイピー、キン S、 マイピー、ハイスラッシュ、ハイスラドリル、 S ドリルから、さあドリルか何かで切り返していきたいか。画面端、固めが終わりません。走ってデッドアングル返していきました。中段ドリル、コパンからめった切りしたいがさせません。コパンで返して、ケケ、ハイスラッシュ、下段卓、続くダストからの金 S ガーフ、うおー、頑張ったけど残念、吹っ飛びながらダメージをもらっている、かわいそうに。ダブルファング、そしてガーフ、マイピー、ここでバースト、一気に体力奪い去りましたね、すごいですね。さあ、流れが完全にザト、耐えるが、ゲージが、うわー、デッドマンズハンド、マイピー、PPPK、ハイスラッシュ、ジャンケー、KP と決めて、勝ったのはトップガレンさんのザト、おめでとうございます、おめでとうございます、言葉にできなかった。はい、ゴンザブローさん5番、負けトーナメントをやるために右側行こうかな、そっちの方が多分進行楽です。ごめんなさい、ちょっとね、この行く予定だったんですけど、右行きます、左右左右で行きます。なのでアルフレドさんのラムレザルとアベゲンさんのポチョムケン行きます。ちょっとこの後の進行を考えて、ちょっと負けトーナメントも同時進行やりたいんで、ちょっと右側行きます。超書きづらいですね。え？アベゲンさんやばいぞ、俺もうエボのイメージしかないですもん。なんかご飯食べると反対側にアベゲンさんがもう馴染んで、なんかその現地の人と会話してるとか。もう完全に通訳みたいな、もうすごいですね。さて、アメゲンさん、ラブレザル大丈夫ですか。アメゲンポチョムキン対アルフレドラブレザル、わかんないって言ってましたかね。あ、どうぞどうぞ食べてください。シャンフェザラ、うわ、バースト、おー、しかしスライドヘッド、危ない、タイミングが難しい。1、2の空中ダッシュじゃない、貼り付けて、どういう置き詰めだろうか。立って、アメゲンさんが画面端デコピンするが、まずい、ガイガンでとりあえず使い魔落として、刻み刻み、あ、やばい、これやばいですねこれラムレザルが発動とか設置し直すタイミングがあるので、そこに合わせて通常技を振っていったりすると読み合いになるかもしれません。おー、ビシビシビシンと刻んで、あー、アメフルさんまずいっす
さあダイナード、おーっとハンマーホール攻めればいい。画面端追い込んでエンゲスジャンハイで誘える。さあルフレトさんがここで引っ掛けてキンマスをもらってしまいますが距離を取ります。すぐさまタッチピーで追い返して画面端。さあバーストを吹っ込んでテコミンのタイミングが合わない。画面中央剣をね最初に起動するときはどうしても速い剣になるんですけども設置してうわービヨットすげー。どうする、ポジョブキンマスターは拾い直していきませんが大きい攻めはうわーポジョブキンマスター関係ない。2K あメガフィストだラムレゾルは 2K エース拾えたような気がするような。うん最初ラウンドもうなんか分かんなかったらもうね駒投げすればいいって感じですね。1、2の打ち上げてやばいやばいやばい。 2S 剣剣 2S 足払い剣剣足払い距離取って、そうですねこの空中接するとねどうしようかなって感じですね。 NS を割り込んで画面端出しおおもし返してさあここ逃げたい。無理はしたくない。さすがにラブレザルがもう捕まってしまいますとかなり厳しいですからね。デコピンスライドヘッド空中ダッシュ合わせてどうする。おお打ち切ったが無残にも兜に叩きつけられる。あーバックセバスさあ大きい攻めはリハイスラー殺しに来てるスライドさあプレッシャープレッシャー立ち系バックステップナイスバックステップリバーサル立ち系重ね難しいですよ。返していく。さあここに来てタイミングを掴んできたかケツからの金エース。あああかーん頑張ってあかーん。もう一回もう一発つけるかダメですよデコピンしちゃダメですよ。ああ無理すげえ面白い試合でしたアルフレドさんが勝利です。おめでとうございます。続きましてセリさんのファーストと長谷川さんのイノです。体の代償に意味なんてないよ。やれることがそれぞれ違うだけ。できないです。もう次で多分できます。セリさんファースト使いのセリさんと長谷川さん、長谷川さんいる？来れないなら飛ばしちゃいますよ。来れそうになさそうなのでルーさんのメイトサリューさんのラムレザルはいけますか。みんなやってるな。じゃあドゥリオさんのイノと中山さんのポジョブキンどうだ。あ、来た長谷川さん来たからいけそうだ。長谷川さんとセリ長谷川さんとセリさん A 番台お願いします。ICBM で一応飛べますけど、ハジハジだとワンチャン、ハジにたどり着く前に顔面がカルバドスで焼かれるみたいな気がしますね。今回の ICBM、あ、当てた時だけかな。そうそう、1回戦投げさんでやばいっす。なんで、こう、遠征がたくさんいるのに投げさんなのかなと思ったら、もっちーさんと FAB さん見て、あ、いいや、みたいな。みんなそうなんだ、つって。レベル高すぎる。さあ、長谷川イノ対セリさんのファースト。長谷川さんのイノ対セリさんのファーストですね。統一しないと。そうです、関西の。めちゃめちゃもう関西からも韓国からもね、九州からもとね、めちゃめちゃ人が多いんでやばいっす。高田のママから徒歩で徒歩で来たって感じ。徒歩5分勢強すぎる。土井さんと山田さんは徒歩5分勢らしいですね。俺も電車乗りたくねえよ画面端さあ立ち合いしたらドンドンドンからほいほいほいと続いて画面端さあ投げていった。あれ飛んでもマイハイすらとかね飛んできますから投げ仕込みマイハイです。噂のさあ出しました画面足追い込んで100トンがガフですがジャンピーハイスラッシュ空中投げ止めてここでバースト逃げヒットからメテオが降ってきます。おっとこれはチャンス画面足ハンマーも重なって逃げヒット。おっ避けてエンゲスからハンマー2系メメメドリキャンです嘘っす
パーソのケツが燃えてる。さあジャンハイ返してガミチョウ。さあ音符ここを走り込むしかない。さあ触ることに成功しましたが、うまくジャンプ前 B が強い。そしてゴーイング画面端に持ってて声が変わるが、ここから聞こえない。まっけど変な声になってる。あーあかん、全然色っぽくないですね。前ハイスラーあーと縦気味立ち合い、ハイスラー狂言狂言画面端ガードを固めるが、最後はやはり長谷川投げ勝ったのは、長谷川さん、セリさん負けトーナメント行きです。ごめんなさい。はい、じゃあルーさんとサリューさん A 番台でお願いします。長谷川さんじゃない、セリさんと、レイド先生が A じゃない B 番台でお願いいたします。負けトーナメント1回戦です。俺も早くホークさんに俺の決めてジャーンポンポンクルルポンって言ってほしいですね。え、ジャーンポンポンクルルポン、それが俺の名だっていうわかります。だからシャキッて刺したところでジャーンポンポンで J 書いて、で剣をクルルルってやってポンって、それが俺の名だっす。わかった、わかります。どうでもいい。さあ、そういうわけでルーさんのメイと、サリューさんのアラムネザル、そして、ね、この間も言ったネタではございますが、水曜大会手伝っているニートですね、元ブリジット使いのニート、ルーさんが富士山の上にいるということで、今日は富士山で仕事してくるわってね、2週間飛ばされているんですけども、その前日に、ルーさんがね、関東の方に入ってきたということで、ルーさんいないところで仕事します。ニートかわいそうです。さて、ルーさんとラムレザルがなんかもう小彦さん以外のラムレザル見たのが久しぶりすぎて、みんな連携違ってやばいっすね。さあ、確かに返していきますね。素晴らしい一本選手はルーメイ、え、ルーメイ、な、気持ち悪いな、ルーブリジットって言いたくなる。ルーさんのですね、黄色キャンセル当ててからロマンキャンセル中の設置、黄色キャンセル中の設置、円S先端をガードさせてからの設置ということで、設置連携に入ったら終わらない設置ですね。設置連携がもう本当に強いんですよね。だからもう流れるように、ターンが終わらないんで、どこで割るかっていうところですね。ゲージがあるとね、返されてしまうんですけども、まあ、そこをうまく黄色キャンセルなのでフォローしてるっていう、そんな連携の使い方ですね。さあ、ここで構えてしまった。そしてジャンハイ返してラムレザルがもう一旦引きます。これは美味しい画面出し空中ダッシュ。さあ完成じゃん。おーっとバースト当たらなかったが、キングス前ハイから壮烈悶絶切りもみ大旋風画面出し、久しぶりに。あーバータイも完璧だ、当たらない前ハイ。そして下段は足払い差し返して張り付いてボールプラス空中投げ、ラックは起こりでした。勝ったのはルーさんのメイですね。空中投げやっぱりやべえ。サリューさん12番なので、おぎちゃんさんのソルとサリューさん連戦なんですが、試合の方をお願いいたします。 B 番内です。で A 番内ではトゥーリオさんのイノと中山さんのポチャムキンが A 番内です。B 番内はレイド先生勝利おめでとうございます。はい、なんかラムレザルがいるだけでちょっとテンション上がりますね。そうです、おぎちゃんさんのソルと、サリューさん B 番内です。サリューさん、あ、B 番台そのまま連戦で負けトーナメントです。そして次、下の左下のブロックいきます。この試合終わったら G さんのラムレザル、コンソメさんのポシャムキン、エンさんのスレイヤー、ジェスケさんのメイ、チャンプさんのイノ、中洲ベッドマンさんのベッドマン、 SG さんのスレイヤー、ハセさんのスレイヤーと続きます。よろしくお願いいたします。この夏は一皮むけたいズーリオイノ、決して見えねえ、何、決して何て書いてありました、
まあ、けどまあトゥリオさんのことですからね、信じてますよ。できん。トゥーリオさんはなんか面白いですね。すごい怖い感じの人なんですけども、めちゃめちゃ面白いですよね。いい人っす。はいはい、それやばいやばいやばい、この夏、この夏、夏が終わる、夏が終わる、やばい。中山さんも結構こわもてですからね。おっと、タスピーからなんかもう怖い人しかいないんじゃないかな。顔ニートも顔怖いしな。さあマイピーからここでバースト。さあ縦気味で落として画面端、これ当たったんじゃないか。確かにさら優しさ優しさ優しさ、うわー優しくね。マイハイ、やばい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 、夏が終わる。マイピーうまい、落としてすごいですね、しっかり落としています。ちょっと軸をずらして、相手この…うわ、うめ、空中押しコンボ。トゥーリオさんやっぱテクイ。おお、そして大きい攻めは、おお、ジャンディホルギョンも使っていく。一皮向けている。そして画面端、まだまだ向けるぜ画面端。おっと、素晴らしいパーフェクト。まあ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 ですか。おじさん厳しいですね。ただあのトゥーリオさん、あの撲滅委員会に入りたいというね、衣装をこの前、まあ、かなり半年ぐらい前にですね、出していたんですけども、どうですかキャラ採用。いいの一発 OK じゃないですかそれ。さあついにロイさん、その時まだ派遣社員だったんですけど。まだまだ派遣、そうです、派遣社員長いっすよね、下積み長すぎだろっつって。もういいだろみたいな。マイケーから、そうですよね、もうやばいっす、前線出てきすぎですからね。じゃないですか。あーと縦蹴り返して、さあトゥーリオさんまずいですよ。ここでポソノキンに敗れるようなことがあれば、ちょっと撲滅委員会のポイントとしてはかなりマイナス。ケミカル、あーとマイピー返して、そうですね。さあしかし中山さんも FMB さんの代わりに倒したいの。ダメ出し、かなり仲いいですからね、ポソノキン使い。あーっとバスを使って飛んできた、うまい、読んで、あ安いが、どうなる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 、キングス前、タスピー確定取っていく。冷静でした。勝ったのはトゥーリオさん。はい、小木さんさん勝利おめでとうございます。トゥーリオさんの見事な勝利でございました。じゃあですね、中山さん連戦でゴンザブロー君のファーストと、いつもやってんな、 B1 でお願いします。確定かも。G さんのラムレザルとコンソメさんのポチョムキンいますか。 A 番台で試合です。はい、コンソメさん、ちょっと待てよ、前目が前目が、前目がってマイナスですよね。いくつでしたっけ。 3か、じゃあ確定じゃねえや。直用してたら確定かも。マイナス4でした。うん、確定っぽいですね。すげえ。さあ、G さんの、ラムレザルとフローラ。フローラ現る。さっきフローラ VS ゴンザブローってなんかさ、見ただけで面白かったですね。名前だけで面白いっす。ジャンス、さあ奥攻め、さあまずは距離取ってしっかり合わせていく。奥攻めは 2P、 立ちハイすら立ちハイすら、プレッシャープレッシャーで攻めていく。前メガからバックセブ 2P2P2K 足払い。まず一本選手はコンソメポソムキン。お、ここは ICBM 画面端の奥攻め2杯すら、おー白が飛んできて画面中央見えねえ。さあ必殺の連携でしたが、ここは立ち合いしたら、またしてもこのハイスラッシュ前ですね、使い魔が落ちるようになったということで、ずっと長い技いいですね。さあ投げて、おー中段ジャンディータッチピーからここでバースト。
チャンピーから空中投げ、画面中央は剣ヒット、タッチピーからのガットリッツ、ラブレザー多いな、ラボとラブレザーだった、そういえば今更かよって感じですけども、前ハイスラー追いかけて追いかけてヒート、エクステンド、画面端エンエス、スライド、置き攻めはトリシューラー、ここでバースト、お、これはうまくつないで置き攻めに行きたいが、ショックだから2Pで返して、ハンブレバーサー、勝ったのはコンソメポジョミキン、設置を読んでいました。じいさんのラムレザルは負けトーナメント行きです、お待ちください。それでは A 番台、エンさんのスレイヤーとアジェスケさんの名が A 番台でいきます。そう言ってもらえると嬉しいです。ミカド大会はもう AC 時代からすっげー気になってたことが一つあって、あんまりね決勝戦まで行ってもみんな大会見てくんないんですよ、のじゅうに夢中になって、それがすごい俺の中で嫌だなと思ってた、嫌だなって見てほしいなって思ってたポイントだったんで、こうしてねみんなが大会見てくれるようになったイグザードはね本当嬉しいですね。まあ、つうかなんかまあイグザードは新鮮なんですよね。まあ正直 AC は何年もやってましたから、なんとなくね音聞いてるだけで分かったりしますからね、今あんな感じだなみたいな。ビアンカいねえな、どこ行ったんだあれ。さあ、エンさんのスレートはアゼスケさんのメイ、中山さん勝ち。じゃあね、負けトーナメント右側どんどんやっちゃいまーせん、やれないな。じゃあ、おぎちゃんさんと中山さんちょっと連戦でお願いいたします。ハメンチュンところを作るために俺んとこ先にやればよかったら、まあまあ次右下行ったらさっさっとやっちゃいます。アゼスケさんと中スウェットマンさんの試合がめちゃめちゃ面白かったですね。なんかあの試合内容も面白かったんですけど、あのバースト当たるたんびに七夕さんが喜んでたのが面白かったです。おっと、ここで一気にクジラ山田出していく。さあ、山田哲人はですね、現在26号ホームランを打ってる本塁打の独走なんですよ。山田つながりで、まあこの山田パナスといいよって言ったのは初代さんだったね、なんか毎回言ってくるんでね、そこにも一応触れときますね。もっと打った方がいいよ。画面端、おー、軽力限定か、奥攻めは前ピー、おー、スタンプヒットか、スタンプじゃねえなこれ、 S だ。山田23歳ですからね。さあ、ダイアント、ちなみに山田テストです。ダメだ俺。さあ、ハイスラッシュ、6攻め中段からスタンプ、タッチ K からジャンベース、うお、タッチ K 早い、 2K に対して足元の時蹴り飛ばしていきますね。あーっと、これまずい、ここでバースト、タッチ日もあれば負ける日もある、それでいいんです。そして画面端、怖いですね。そうなんです、先ほどがこれ見せていたので、あんまり超強いな、あれスタイルバービルみたいなもんですからね、弱くなったとはいえ、レオほら構えないといけませんけど、メイは画面端行ったらほら安全ゼロで飛んできますよ。うるせえ、頑張れーって。うるせえ、構えろ、メイも構えろ。端まで行ったら強いじゃないですか、中央しかもね安定感ありますし。さあ、エンさんが、惑星が強いんです、地味ながらもね、かなり強い。アゼスケさんが勝利、エンさんは7番。続きまして、チャンプさんのイノと中スベットマンさんのベットマン、A 番台です。ええ、わーわーわー、びっくりした、もう俺名前間違えたかなと思ったんですけど、バーストっていう声ですね。バースト素材、そロック、やばいですね、やばいですよ、ロックスさんの芋場まとめが作られてしまうかもしれないということで、バーストにはね注意していきたいところですね。やばいですね、九州勢。あれ、中ロックスさんは、あ、います、お待ち中ですかね。で、その後 SG さんのスレイヤーと長谷さんのスレイヤー、これ作さんですかね、多分ね。
やばいですね。なんか名前しか見たことないっていう人がこう帝にこう集まってるのやばいです。ちなみにもう来た瞬間にノジエでやってたんでかわいそうだなってちょっと自分で作ってて思いました。やばいですよ。え、持ち主さんですか？押しますね。小木ちゃんさん勝利おめでとうございます。小木ちゃんさんしばらく出番はないんですけど勝ち抜け中なのでお待ちください。はい、じゃあ A 番台チャンプさんと中スベットマンさんお願いします。やばいですね。え、バウンスを10回打って10当たってる。やばいですよ、夢の10割打者パワープロでしかできない。バウンス当たった試合全負けですか。やばいですねそれ。さあ、チャンプさんのイノと中瀬ベットマンさんですね。プレイヤーのそうですねプレイスタイルに、ついてもちょっと軽くお話しの、チャンプさんは、ブリッジシールド、そして、限界の読み合いに長けておりますね。そういうことで対空ブリッジシールドだったりね。盛り上がりすぎですよ正代さん。マジチャンプさんと対戦するとき一生隣で何か言ってくるとすげえ気まずいっすもん。ほんとやめてみたいな。そうそう、茨城の方そうですね。で、ロックスさん、中洲ベッドマンさん、ロックスさんはですね、ベッドマンです。バーストまあバーストということでちょっとバーストにちょっと注目していきたいところですね。ちょっとミスるとまとめ動画作られてしまうということなんでね、本当に気をつけていきたい今大会。特別 PV の次にモチベがあるロイさん、やばいですね。すげえコンボがもう全然わかんないですねベッドマン。けど見た感じ動きはシンプルめなのかなと。あとはこの音符の使い方うまいですね。処理モードっていうんですか、なんすかそれ。ジミーマイクで言っちゃったんですよ。笑ってるじゃないですか長谷さんも。これ絶対それ身内ネタじゃないですか。なるほどね。おー、マイハイさん処理モードって何ですか。ちょっと待ってくださいよ、これ後でシャンプさんに怒られるやつじゃないですか俺これ。さあ画面中央茨城ですね。みんな笑ってるもんこれ。絶対言わなきゃよかったいいやつだよこれ。さあまず一本選手はロックさんですね。まずはバスは使わず音符をね上上ってやるとね、前も初心者大会の時も初級者大会の話したんでグーグーっとね、軌道が変わるんですけども。え、なんすかなんすか。あ、まあ、ただタッチピーも強いんですね引っ掛けた時に。さあしかしちょっと立ち回りきついか。まあ回るのもいいんですけども音符打っても頭で相殺されてさらに潰れた瞬間頭がねまた投げれるっていうんでここきついですね。さあちょっと近寄れませんねこれは。すごいですね勝ったのは、ベッドマン。チャンプさん8番です。ミュシネタちょっと怖いんでやめてくださいよ。SD さんのスレイヤーと長谷さんのスレイヤー A 番内です。え、大丈夫なんですかあれ。パチンコの話ですから。まあそうですね。じゃあこの後ですね、七夕スレイヤー小一の持ちソロ FAB ボシャムキンイサエルフェルトめまいファースト投げファーストジョニオレオと、ブロックに入っていきます。で最初はちょっとね運営の都合上俺のレオと投げさんのファーストで A バンドいきますんでよろしくお願いいたします。さあサクさん SG さんのスレイヤー対長谷さんのスレイヤー。おっと無敵吸血どっちがどっちだ、分かんない。どっちかにいる。いや分かんねえ。早いぞ長谷スレイヤー。画面足前系から金 S 足払いから画面足ガンガン固めてブリッジシールドマイピーマイピー足し入ったら S ハイ D 決めて一本選手は長谷スレイヤー。この展開の速さが長谷さんの強さ。
お、開幕2敗皿吹っ飛ばしてジャンプ敗皿前に出て投げて同系の線無敵吸血足払いから6つ目足払い持続重ね無敵吸血返しますがここは投げ前外わー、プレッシャーかけて前ハイパーいるパーいるそして立ち合い2敗皿金 SSKD 落として奥攻めダウン押しになってしまいました前から歩いて投げて立ち合い皿ヒット吹っ飛ばして追いかけてギールキャンセル前ハイ皿引っ掛けてここでマッパンチ返しますが前エステ吸血で勝ったのは長谷さんのスレイヤーです早いやばいっすね SG さん9番じゃあ SG さん連戦で B 番台で太郎さんのポチョムキンとお願いいたしますで A 番台右下のブロックに入っていきますお待たせいたしましたまずちょっとね、投げさんと俺いきますジョニオさんが試合ですのでちょっと一時変わりますの帝はめちゃくちゃ人いますよさあ A 番台ジョニオレオ対投げファーストアークレボー頑張りますよみんなも多分頑張る最近の大会でやっぱりねレオはまあトモレオも含めて大活躍中キャラのね強さというか見直されてますよね対する投げファーストはねもう世界で活躍しているプレイヤー1ラウンド目開幕上から入ったのがレオ追い返していくよ横押しダウンを奪ってあチョコレート食べてテイクダッシュ固めてスキップスキップうまい投げが通って拒否していくそうレオの攻めはね拒否が大事体力はほぼ5分ゲージが溜まっているのはレオ距離を詰めていくレレガード不能が絡まってキャプトンあブラックホールおいおいおいおああ頼りになるぜマイケドリルでかぶせてレレがヒットゴーイングマイウェイ食べて食べない食べる食べない食べないさあ中段球打って飛ばせてチビがいるぞ働いてくれるか体力はほぼ五分でテイクダッシュテイクダッシュは取らないが引きがいいぞチビがラインを上げてくるもう一回高い金パスを何どうなるんだこれはダウン取って読んだ日本選手はジョニオレオいやー熱いなさあ2本目なんだこれどうするんだレオだ空間からダウン奪って恐ろしい状態考えたくない3段全部ガードこれは隙だらけアイゼン構えていやー対空が強いうわーゲージがあってこの状況爆弾うわー少し運がないさあどうするキャン絡めてくる投げしっかり読んで勝ったのはジョニオレオノリノリだったノリノリでしたね A 番台が伊沢さんですか伊沢さんとめまいファーストさん保健所に連絡ハメンチュさんと投げさんが B 番台で試合ですじゃあ変わりますで、A 番台、棚畑さんと小石さんを行きます。よろしくお願いいたします。で、B 番台、ハメンチュ。
はい、じゃあ七夕さんと小市さん A 番台です。で伊佐さんがその次で、あ、次じゃない、その次の次です、よろしくお願いします。さあ行きましょう、小石さんの井の対うおー七夕さんです。オーラバトラーになってます。みんなタンマインというよりがパチンコですね。さあケミカル返してジャンプ D 金 S エンスタチケイク空中ダッシュ SKS、 ちょっとね空中ダッシュを高めにしたのがポイントですね。さあ投げを決めて画面中央端に一気に持ち込んで後ろではあーくれもチームメイトのガリュウさんが見守っているんですけどバースト4で危ね危ね言葉うまく繋いだ。そして画面中央追いかけて 2K 前 B 空中ダッシュ縦蹴りジャンプ B。 いやこいつさんは読むと分かっていたんですけど押しちゃった。これやばいですね。先ほどからまあ、もうバーストで、クソゲクソバー誤信と言ってたんですけど自分も入るとね常々ね七夕さんは言ってましたから分かるんです。止まらない。さあ亀梨フットロスで逃げてジャン S 金 S エース。さあマイピー見せてタチ K からマッパンシー。ああこれ美味しいタチ P からこれああバースト4でうわそしてまずいぞコパンがないそして投げて画面足かなり慌ただしい試合ですがバックステップにコパン前 P と送らせてバックステップにカウンターヒットを取っていきます。バックステップの後は多分なんかですね。うめえ対応からしかもゲージ回収も非常に優秀そうなホバー空中出しからのねやばいやばいこいつさんが叫ぶと何か起きる。投げてしかしその中でも冷静に悲鳴が聞こえるんですけどねその後しっかり持ち直してるのはさすがといったところでしょう。画面足梅が金輸送に刺さって梅コンボがやばい。2K もパンチパイルバンカーパイルバンカー 2K いやらしい前に来たがコパンコパンコパンから4だが4だが投げてじゃん。そして奥攻めは縦組から NS やばいやばいやばい大木コムしていくあるあるあるよと。そして 2K2S ケミカル本当にありそうだバーストがバーストがバーストが打ち勝ってああこれつながった勝ったな小一郎すげえなんかよくわかんないけど勝ってるバーストヨミからのダウン小一冷静でした。はい、A 万代もっちーさんのソロと FAB さんのポチョムキンお待たせいたしました。あ、じゃあごめんなさい B 万代投げさんのファースト阿部源さんのポチョムキンお願いします。 B 万代です。絆を感じるんですけどそのアイコンタクト。あ、やべえすげえチームメイトめっちゃいる。これ写真撮っとこうやばいやばいモッチーソルの応援に駆けつけたな撲滅委員会。これ勝った瞬間グータッチ見れますからね。さあ送信激突、ここにはなぜか2つの勢力と音域や3つ目の勢力がいることがこの間判明いたしました。それは撲滅委員会。あー嫌な顔してますね玉田さんマジ嫌そうな顔してます。あーっとしかもファジーナも捉えてこんなに面白いゲームなのさあお祭りかお祭りです。そうですお祭りです。ここでバスト。さあダッシュブッキラー通していく DD パフニール。そしてブリンダー炎ガンフレームからボルカニックワイパーフルコースで入ります画面端。さあ懐かしの連携からのこれピオリも見えてくるのか。コンボ構成というのが非常にでかいですからね。投げていくゲージは 100% ファーストはガードを間に合って
逃がしたくないが足払い、ヒールキャンセル、助け追い返すゲージ、うわー、うますぎる。そして助けで拾いそうですが大きい攻め、スライドヘッド、空中射出、反応している、リボルバーから一本選手早い早いグータッチやばいな。さあ第2ラウンド、さあマイハイスラー、ターフにいる直線ガード、上海上海懐かしい、さあ杖、あーハムホール、これはタッチピーから ICBM ルートと画面端落として、はーい、じゃあちょっと待ちかな、そうだ待ちじゃない、投げさん連戦です、投げさんとレイド君が B 番内です、タイラーレイウ、うめうまっ、足払い立ち返ってすごいことになっている、デコピンできないプレッシャーをモッチーさんが持ってます、すごいですね。ランケー押し返したか、ここでダウンをゲット、なんだなんだ、サブスピカー読んでいる、マイハイサラディスケージが溜まっている、ワンチャンスある、トリシューラはマイガイ、トリシューラ、いやしかし耐えた、返して空中投げ、しかし中央に落としてしまった、コパンニエス、前ハイスラ、ドットファフニールガード、やばい、ドット体力はもう残らない、勝ったのはモチーさんですね。じゃあ最後です、1回戦お待たせいたしました、伊佐さんのエルフェルト、めまいさんのファースト A 番台です。鈍い、脳みそも鍛えろ、FAB さんと円さんですいやー、毎回なんか当たってるような気がしますね、次そうさあ韓国チーム2人目、めまいさんのファースト、このめまいさんもめちゃ強いです。ああ14番田中さん、あ、そうですそうです、試合に見てた、すごい、あれなんですね、画像くんに似たスタイルって感じですね、めまいさんのファーストはめっちゃ強気です。さあしかしエルフェルト対応していけるか、突き上げショット、ダウンバッテエンエス、足払いがヒット、奥攻め金エス、足払いから KS ハイスラ D、さあここもそうですね、ファーストはハイジャンプで照準外に飛べるんですね、それがいいですね。しかしそこからうまく捉えてきました、40カウント戦ってパーフェクト、すごいですね。金エス、タッチハイスラ、おっと、爆線に金エスが刺さる、なんか爆線狩り、そして飛び狩りにも強そうですね、金エス仕込み的な感じでヒットストップ仕込みか、あと突き上げ、ダメ足突き上げてガンガン行くぞ、イサエルフェルト、ちょっと安い強化できなかった、ダメ足前ハイスラ、暴力が画面走り、うまく回収が、さあ遠距離ではしっかりこの日構え、円安から距離を取って前ハイスラ構えて、ここでバースト、体力は回復せず後ろからが2ハイスラヒット、しかし体力回復してしまう、2ハイスラの分回復したんじゃないか、しかし投げてダメージを、置き攻めは取り消し失敗、しかし攻めるしかない、さあ攻めながら攻めながら相手の動きを見てボタンを変えていきたいが、ジャンペスをめくり距離取ってマイピー触るが、お花タメ花立ちハイダッシュに行け、足バレ空中射出 KS 配射、すかして立ち合いすら攻めて攻めて空中投げ、はーい、勝ったのは伊佐さんでーす。B 番台は B 番台はメイトさん、ここに名前を書いていれば
いや、こっち先行きます。A 漫才、G さんのラムレザルと田中…あ、じゃない、B 漫才、G さんのラムレザルと田中さんのスレイヤーが B 漫才で、めまいさんがここだよね。合ってるよね。で、A 漫才2回戦入ります。アインマンの回とロイさんのソロ、 A 漫才です。16だよ。あ、どうぞ座っちゃってください。どうぞ座っちゃっていいですよ。めまいさんはここ負けトーナメント行きです。ルーザーズです。今日はね、韓国勢の方がお土産を持ってきてください。詰め合わせが優勝商品となっております。頑張ってください。詰め合わせ、はい、ちょっとごめんなさい、この向きだけ変えさせてください。はい、どうぞ座っちゃってください。二大進行だとゆっくり見れていいですね。でもなんか久しぶりじゃないですかけど、アインマンとロイさんの対戦は、この二人の対戦好きみたいだね。コメントも来てますね。さあ行きましょう。2回戦第1試合、アイン解体ロイソル。さあ空中ダッシュ、マイビーの上を通る。これがロイさんの対策。画面端、さあアインカイが画面中央、はーい、B 番台めちゃめちゃ速い流れで進みます。 N さんのスレイヤーと FAB さんのオブジェムキン、 B 番台でお願いします。その後チャンプさんのイノとめまいさんのファースト、 SD さんのスレイヤーと太郎さんのジャニー、ここやったのか。太郎さんのポチョムキンがもう終わってるので、勝った方が、太郎さんの勝負です。試合です。さあ体力は追いついてきたか。画面端、リボルバーがゲージがない状況。あーと、ブッキラ当たらず、 K、 あーと当たらないが、ジャンディが当たる。ガンフレーム黄色、さあ一回きついぞこれ。どうする、バックス、いやー後ろへ、じゃあバースト使う、ガンダッシュ、あーこれはやってしまった。しかしラッキー。さあ前に出るか引くか、悩みどころ。ゲージは溜まった、わからなくなってきた。ボールかー、危ない、立ち配すら空振りましたが、しっかりキーエスまで。あ、今何か言ってるか聞こえない。ボールか、画面端、スプリットシェル、先端ニエス、立ちハイスラ、空中足足払い、リボルバー置き攻め、コパンリボルバー、タッチ系、立ちハイ、ブリンガー、ファフニール、マイピー立ちハイ、ジャーンディーでマイク、ちょっとヒット数多かったとかコンボ時間もありましたので、ここはすぐさまボルカニックベイパー、画面端、さあ攻める、ニエス追い返したいが端からどうする、上りチャンス、面白い、まあ漏れだったんでしょうけどね、なんか使えそうですね。うまっ、さあ追い返して巻き返しなるか、画面足、この置き攻めが通れば。そうなんですね、これ作って攻め継続超強いんですね。いやらしい連携、ダスアタック、バースト、これ間に合うか、ガードして前に出る、立ちハイから上海ダブル KO、 ジャンピーと上海が相殺したか。さあこの場合は最終ラウンド突入です。うわうわくるっと回って、画面やし。さあ8連覇避けて前ピー
ぶっ飛ばされる。しかし高さが難しい。そしてまたもやマイビーの上を行く空中足を KD 金 S リボルバーからバックステイ足払い A さん勝ち。はい、さあ試合の方は A バンダイももう間もなく。さあしかし前に出た委員会 B バンダイはですね、チャンプさんのイノとめまいさんのファースト B バンダイお願いします。さあファイルドットの委員会守りながら攻めていきたいところスプリットシェル。さあまずどうするか、上から来て投げていく。マイピーガードして立ち合いすらヒット。残り体力も多分1とかでしょう。ドットこれは反応できなかった。期間中難しい反応。リボルバーリボルバー見たことあるPR でもありましたね、まあ、けどあの状況あの危険のところでしたね。返すなら難しい判断だったな。ロイさん勝利。では A 番台カリンチさんのミリアとトップガルンさんのザトー A 番台です。それなんかめっちゃ面白い。写真撮っていいですか。オッケーですグータッチやべえないやーすげえ熱い試合でした。さあ、韓国一ザトウのトップガレンさんのザトウとは、まあ多分ミカドで一番冷たい立ち回りをね、いつも動画で披露しているカリンさんのミリアですね。まだソロの時は情熱感じたんですけどミリアになった瞬間なんかもうシークレットガーデンとバラ探してる。本当にね、徹底した立ち回りですね。2杯すらこれは持続ないそうです。バーストも4だが金エス当たらない。画面端前杯すらヒット。チームメイトには小川佐藤もいます。なのでなんか負けたらなんかすごい文句言われそうなので多分気合も入ってるでしょう。まず一本選手はカリンチメディア。さあ空中足 2S 止めて PPKPKPPP からの 2A ジャン S。 さあ針刺して 2K 立ち K 2S 立ち合いすらダメージをとりあえず奪って針も回収。画面端に追い込んで展開が早いシークレットガーデンを返す。 2S ヒット金 S2 杯すら SDS ハイスラッシュ落としてバーラが当たってない。なんか当たってないけどもそれでも無理なんだ。画面端可能性はなかった俺にはトップガレンさんも拍手で答えます。もう国際問題ですよカリンさん勝利です。それでは左下いきます。コンソメさんのポチョムキンとアゼスケさんの名 A 番台めまいさん勝利おめでとうございます。じゃあ太郎さんのポチョムキンとめまいさん連戦で B 番台お願いします。さあそして出てくるフローラフローラやばいもんな。え、なんすかそれ。え、あーなるほどなるほどねいや、俺は触れないでおきます。さあ行きましょう本総保証金に対するアゼスケメイ。さあフローラ、前まではフローラ派だったんですが画像君がビアンカになった途端コンソメ君もなんとモシャスかなんかでフローラになってしまいました変化の杖かな。ドラクエ3はね変化の杖だったかな。あれが手にうわー人間やめてるー
すごい反応ミストでいく。あの距離ギリギリあの反応できるかなという距離ではあったんですけども、すごいですね。それ以外の耐久なども考えてあのマイピー素晴らしい。さあポチモス、しかしアゼスケメイも立ち回りが硬い。まあなんかボストロゴル的なところありますからね、体型的に。前ハイいって、さあしかしスライドヘッド前ハイ、そら前ハイ前ハイとやばい、バックセ捉えていく。これ完全に読んでましたね。これも読んでいた。マイケーゴリシューラヒート、夜かな次。コンソメさんのプレイスタイル的にもこうなんとかして相手の動きを分からせたいなみたいなとかありますけどね。小せぎり許さない系女子ですね。最初ラン、さあしかし奥出して受け身を投げていく。おお返して、あーっと強気、このアゼスケさんの強気な攻防がかなりねこのイグザードの目に合ってますね。あ、また翔也さんが、それなんかすげえ適当なアイドバイスじゃないですか。沿線がコバーンだったのはアゼスケさんです。オーバーヘッドキスもっと使った方がいいというね初代さんのアドバイスがあったらしいですけども、それ何でもかんでも言えますよね。はい、続きまして A 万代は、中洲ベッドマン、ベッドマン対するハセスレイヤー。これ1回戦当たるのってどこでしたっけ。全国1回戦で当たった組み合わせか。あー、動画にはなってたんですよね。諦めろ。めまいさん勝利おめでとうございます。じゃあここ七夕さんと円さん B 番台でいきましょうか。さあ A 番台、あ B 番台ですね。長谷さんもなんだかんだ1万試合超えております。これどうなんですかね、めっちゃスレイヤーがきついイメージありますね。立ち系から 2K、 このやられ判定的な感じで噛み合ってるような印象ですね。金 S 立ち合いすら 2K、 2S 3ハイすら、これ痛いぞ高さ的に。あー、しかしちょっとベトマン多いか。 KD ステ K パイルだったんで、 KD ステパイルだったんでね、すごい入れば痛いコンボだったんですが、やべえ上から行きたいのに上をデジャブの B がカットしてますね。ヒールキャンセル、この感性がなく、あーこれもう一回、いや前ハイが届かない。今なんかスタンプがあったからかな、スタンプ消したついでに当たんなかったかわかんない、ちょっと早すぎました。バースト読んだが、コパンが早く画面弾いて、イーステにこの持続の長いエータスが刺さります。8K バックセーフ、イーステを捉えて画面端デジャブ C、タスク投げて、うおーなんだカバーしている。タスケからもうなんかマジでめんどくさそうだ、スレイヤーが厳しそう。ゲージを使わざるを得ませんからね、あの状況になったら。さあバックステと 2P のプレッシャー、ここで投げを決めて、お裏に回ってコパンで返す。しかしデジャブがあるのですぐさま攻めのターンが入れ替わります。そのまま勝ったのは中須ベットマン。そうそうね、バースマジで使わないですね。さあ右上行きます。長谷川さんのイノとアルフレドさんのラムネザル A 番台、その後ルーさんのメイトトゥーリオさんのイノ、その次七夕さんのスレイヤーじゃなくて、見えないですごめんなさい、小石さんのイノとモッチーさんのソル、
伊佐さんのエルフェルトとお礼です。七夕さん勝利。ちょっとどうしようかな、こっち先やります。七夕さんすぐ呼び出されますね、お待ちください。おぎちゃんソル対レイドエルフェルト B 番内でお願いします。さあ長谷川伊野対アルフレードラムネザル。さあなかなか見なくなったこの組み合わせ。さあちょっと軽量級コンボが難しいか。カシビうまいコンビネーション、その間がジャンプ系、ここのコンボのつなぎが見てると難しそうですね。伊佐さんとこいつま投げたところマジってめっちゃ驚いてましたね。まあ、確かにそこ投げんのって感じはありましたが、すごいところ前押しましたね。前ですからね。まあこれちょっとアルフレドさんがもうきついな、なんでそこ投げてんのみたいな感じで、ちょっと次からの攻めにもね、読み合いが入ってきましたね。必要ないかなと思われてる読み合いなんですけども、長谷川さんに対してはしないといけない、ここ割られるかもみたいな。さあ空中投げ、投げて奥攻め、ジャンケーからのさあ前投げ、調子に乗ってきているか、やはり画面足、さあまずいぞ、作成ケミカルヒット、縦ケミ、キンエスバースト使って、さあ球投げます。さあそしてスカイマが動かないのを確認から一気にホバーで前へ、縦組縦組金 S S ハイスラッシュ狂言狂言からの画面端、ここで音符ヒット、勝ったのは長谷川伊野。続きましてルーさんのメイトトゥーリオさんの伊野、バンダイ前投げはびっくりしましたね。てめえとやんのは不毛なんだよ。まあ、長谷川さんのことですが超笑顔でこすってるんだと思います。そうなんですよね、ちょっとネット対戦だったらなんだよこの犬、マジ友達になりたくねえよですね。リアルだと超いい人ですからね。トゥーリオさん、あ、来た、はい、レイドさんです。はい、ちょっと待ってね、レイド先生がこちら勝ち上がり、じゃあ B 番内は七夕さんとめまいさんのファーストをお願いいたします。一応それ勝ち上がったら、勝ちトーナメント上がった人と対戦してもらうかもしれません。ちょっと流れで変えます。さあ、トゥーリオさんのイノ対ルーさんのメイ。うまっ、あのおっと、ここはブリッツシールドで返していく。やはりシステムをね上手に使える人はいいですね。あ、これだこれ。しかしうまい対策を見つけていたが、バックステからのすぐさまケミカル、
マイピーが出ていたか、カウンターヒット、画面足。まあメインはこの上からの攻め、おお上ケミカル。さあルーさんの対策完了しているかのような割り込みですね。ケミカルチャンス、アイスラッキーエス一本、選手はフーリオイノ。わあ開幕金バスト、これでジャンディフォルキャンも使える状態。そしてケミカルヒット、一気に画面端、縦ケミ、タチピーから落として置き攻め、縦ケミ暴れていますが限界からの攻め。上海空ガード、さあ距離を取ります。そしてうわあ対空昇竜、昇毒で、すげえ空対空のジャンピーもしっかり使い分けて、トゥーリオイノが見せる。七夕さん勝利おめでとうございます。そうこの後、七夕さんと霊の先生は立ち上がったところと当たる予定です。そこでちょっとお待ちください。すげえ勝ったのはトゥーリオさん、おめでとうございます。はい、それでは A 番台、モッチーさんのソロと小石さんのイノです。 A 番台ん消してください。負けトーナメントはこれで終了です。七夕さんとレイド先生がこちらに上がってきて勝った方と試合した感じになります。今日はねちょうどいい人数なので、あと同じ試合したい、いいですよ、いいですよ、どうぞ。あ、じゃあ待ってください。じゃあトイレは我慢してください。いいですよ、いいですよ。はい、さあモチソル対コイチーノ、一投を投げていく。そして奥攻め、ダメージ、演技スタジアスラー、マイビー見えている。狂言追いかけましたがここは引き逃げされて、画面端ホールカはしっかり下げて、縦ケミからジャンピー SS ハイスラッシュ、縦ケミダウンで昇竜からの画面中央、うまっ。うわーこれはまずい、しかし当たらなかった、ラッキー。空中投げ怖いが消毒見せる、投げて画面端まずいぞ。あーバックスに刺さるがここはダウンを奪って大きい攻め、ふうマジかー。最低空空投げから流れるような連携、バックスで投げたっぽいですかね。すごく爆笑じゃないの、ダメージか、マイビー見えている。小石さんの反応も凄まじいんですけども、この持ちソル画面端の空中投げもらったら死ぬ、うまい確認、ジャンプキャンセルキャンセル、グランドバイパーかなって感じですけど、しっかり確認していきました。やばいっす、うわこれまずい、砕けろ。マイビーガンフレダメージアップ、しかしここは池に返して、立ちハイスラー、勝ったらもちそれ。じゃあ伊佐さんとお礼です、よろしくお願いいたします。ちょっと待ってくださいね。これじゃギグにもならねえだろうが、さていつまでも茶化せる。ジョニオさんが試合なので変わります。あ、ルーさんは多分終わりですね、一回負けちゃうと。一回戦を見事に勝ち上がったジョニオ・レオニの前に出てくるのはイサエル・フェルト。お、違うのか、エル・フェルト、いや、違うのか、エル・フェルト。エルフェルト対レオ、開幕安定行動から入る2人、弾で牽制はレオ、手榴弾投げてきてバースト、強気キンバーストアガード固めて、まずはダウン、エンスから攻めを
作っていく。重ねて構えたぞ。すかさず差し込んで画面端に追い詰めるわ。ジョニオレオスキップスキップジャンプハイスラー、うわーよいしょ。そして下段しっかりつないで画面端、おービオッタなんてことでしょう。日本選手はジョニオレオ流れるように取っていく。さあ2本目、前に出てくるのはジョニオレオ。1本取ってるから強気にも出れるぞ。空中から触って、あ、手榴弾が手榴弾があっち行っちゃった。アイゼン、あーよく見ている。しっかりつなげないが体力はほぼ5分。ダウン取って怪しい連携を見せつつ体育空振ったところを差し込んでラインを上げよう。冷静に、おお突っ込んできた。スパイドダウン取ってエルフェルトがちょっときそうだ。あ、なんて大胆な、あっち行けよ。どんどんどん投げて、おいおい、よいしょ、よいしょ。赤キャン継続空中投げ、うわエルフェルト側、こうなるとエルは強いぞ。中段バソー、ナイスバソー、うまい。しかしダメージはスパイド空中投げ込みの攻撃か。構えてキャンデスバイド、なんてこった。キンバーテで元気いっぱいのエルフェルト、これはまずい気がするですよね。おお痛恨のミス、気をつけろレオあるぞ。デッドアングル、ふう冷静になろう。手榴弾投げて少しずつ距離を詰めてレオがライン上げてきた。ドン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 足りた。取り返すリサエルフェルト。1ラウンド取り合って最終ラウンド、上から降ってきたレグダッシュ、アイゼン固めてスキップスキップ楽しいな。スバイトどんどんどん投げて固めて攻め継続、攻め手にかける2人だが何がヒットする。牽制構えて、これは当たらない。しかしツバイトでライン上げて押し返す、駒投げは金バースト、嫌な雰囲気。これは伊佐さんあっち行け、2回くるくる回ってるよ。あーラインも上がって、あアウト、あどうなるんだ。うまく振れた、早めに切り返してナイスアイゼン。ドンきた、何度目かの画面足、押し込めない、いや突っ込んだが、これは美味しくいただいて端入ってしまった。これは足りないが地獄、 This is 地獄。あ最後は突き上げて勝ったのはエルフェルト。大変でしたね。勝ち下がりすぎましたね。そうですね、じゃあ行きましょう。ベスト8プラス負けトーナメント2人が出揃っております。行きます、まずロイさんのソロとカリンさんのミリア A 番台です。さあ10時となりましたが、残り試合は5試合6試合かな。 A 番台でよろしくお願いいたします。さてロイさんのソルとカリンさんのミラーは準々決勝ぐらいです。あ、じゃあまだだな。でこの後ロイさんカリンさんが終わった後にコンソメさんじゃないです、アゼスケさん、なん合ってるな、中曽メットマンさん、長谷川さん、トゥーリオさん、モッチーさん、伊佐さんとつながりつないでいきます。よろしくお願いします。
さあカリンチュメリア対ロイソル、このカードですが、おお相殺してどうなる、空中投げ、あーこれはもうデンジャーを捨ててでも立ち回りの強化図っていきます。あ読んだ、よしよし立ち回りする、早い6フレーム、あーうまっ、立ち回り返して、いやらしい、攻めるか引くか、うまい、ここはチャンス、さあはいカウンター、あよし画面中央、マイケーからここでバースト読んで落としていく、さあマイピー金 S 画面端落としてちょっとスライドタンデムですね、さあ前に出ますが端に押し込まれる形に、ジャンハイスラー 2K2S ファフニール、ガードをさせてファフニール、さあここで戻ってきてゲージ 50%、 これはシークレットガーデンに置き攻めにしているんでゲージが溜まるんで、この後画面端付近でコンボ食らった場合ウィンガーなどから一撃とかもね、そういうルートも狙えるんでかなりいやらしいですね。さあシークレットガーデン間に合わなかった、まずい、画面端K をピーと刺して 2S まで勝ったのはカリンチさんです。はい、続きましてバンダイではアゼスケさんのメイと長瀬ベットマンさんのベットマンです、ベットマンです、そりゃそうです、ちょっと B バンダイ一緒設定変えます。ギルティーギーさあ B バンダイ設定変えました、の試合台となっておりますのでぜひぜひ遊んでくださいな。さあいきます、ベッド対メイ、この2人の、おおおおおおボスも今当たりました、大丈夫です、11カウント目ですね。さあこれの試合めちゃめちゃやっていて、関西の方には名がいなくて関東にはあんまりなんだっけベッドマンがあんまりないみたいな、そういうところで答えが分からない分からないってね、笑いながら対戦していたんですけども、前ステキキャンナキから SKS C タスク置き攻め金 S から 2K 金 S、 いやらしく攻めますね、 DC デジャブ、さあ3ハイスラーから空中出してジャンプハイスラー円 S からの逃がさないような置き攻めでしたが逃げておりました、ハイジャンプ高い素晴らしい、しっかりジャンプ S を置いて相手の接近を止めていきました。かなり人対策とか人読みも入ってきているこの2人の対戦ですが、ここは何回して大きい攻めはジャンプハイスラー、わからない多段技なので途中に裏に落ちていました、このジャンプハイスラーのめくり角がかなり見ますね、中はすべて丸丸ロックさんと言わせてください大変でした、ジャンディ空ぶったがそのまま攻め継続、画面端落として A タスク、そしてデジャブは CA からの TS 逃げ 2S、 なんかすごい試合だな、まあ、お互いにね、まあ、ただベッドマンはその前捨てのワークがあるのである程度なんですかね、はめられてしまった場合、画面端に追い込まれてしまった場合とかも一気に、ね、相手の裏に行くこともできたりするんですけどもね、やっぱねリスクがね高いですね、見ている感じ。さあ前 K から 2K 円 S 足払い、画面端立ち合いしたらこう黄色キャンセル、これですね、前下やっぱ黄色キャンセルとセットで使ってるイメージですね、やっぱそのまま出し切ると微妙な状況が多いので、 B タスク
ぶっ飛ばしてイルカがいい感じに相手の浮遊を止めてくれる。じゃあはいカウンターヒット、これまずい。沿線が落として画面端、2球へ足払い繋がるバーストが気になりますが、おお拍手が起きる。いやしかし試合まだ負けていない。ブリッジシールド TS 立ち合いすらあります。シーダスがさあデスケさん耐えるかできるか見えねえ。そしてゲージも溜まって TS 立ち合いバーストは間に合わず、勝ったのはナカスウェット。ロックさんでしたね、ナイスバーストでしたね。アゼスケさんも最後惜しかったですね。はい、 A 番台いきます。長谷川さんのイノとトゥーリオさんのイノ同期らせん。ハメチュ見てた、見てないの。ハメンチュ何なんお前。関東に俺がいるぜみたいな感じで B 番台ドヤ顔でのぞい始めてますが、さあこの夏は一皮むけたいトゥーリオイナ対長谷川イノ。今日のトゥーリオさんなんかめっちゃ乗ってますからね、どうなることやら。さあ同キャラ戦いきます。14段同段そして同キャラ、どういう試合なんのこれ。さあまずペースを握っているのはトゥーリオさんかな。ああ出た消毒、これイノスカイも食らうのが無理じゃんこれ。ガード固めるフォルトで距離を離しますが、フォルトで距離を離しているので安く済んでますね。見るとねやはり大事ですねフォルトレスディフェンス。さあうまく落としてめくった、ケミカルは刺さってハイジャンプで回避、縦ケミ重ねて画面端強限コンボ、縦ケミ金 S ジャン S ハイスラケミカル、ケミカル画面端、あー出たー前ハイスラ投げ仕込み。頭あちゃーみたいな。さあそして前ハイが決まればこっちのものよと、画面端に攻め込んでいくのは長谷川の、おーうまい空中ダッシュ押し込んで画面端 2S ケミカル縦ケミカル置き攻め立ち系からもう一度弾作って追いかけるチャンハイスラケミカル、ケミカルからのケミカルもう一回強いですね。そして画面端縦ケミ縦ケミ立ち P 拾って狂言空中ダッシュチャンハイ狂言狂言落として画面端足払い、これですね、あのトゥーリオさんは足払いのヒット確認からのロマンキャンセルコンボもねかなり使ってきますね。うわーなんかすごい出た、そマジでそこでマイハイスラすごいぞ。連動してました、連動してた、絶対長谷川さんの熱帯とか黄色く見たらすぐ分かるもんこれ。見たいですねどちらかというと。うわーマイピーマイピーとハイスラッシュの使い分けですね。まあ今のは多分ホバーの対策でしょう。ケミカル画面端音符、さあ限界ハイステークがガードしているすごい。シャンプーしたタッチピーうまく投げてエンゲス音符潜って狂言じゃねえ消毒か、画面端ケミカルで画面端落とし込んで縦ケミカウンターヒット、これは痛いダメージがあります。狂言狂言狂言金 S ケミカルケミカル画面端音符からヒールキャンセル、これはヒット確認からもう一度ホバーでナイス判断でした。勝ったのはトゥーリオイノ。はい続きまして、A 番台モッチーソル対イサエルフェルトです。
さあ、モッチーソル対イサエルヘルト。さあどうなるか。さあまず開幕は後ろに下がるエルフェルトを追い込んでいくモッチーソル。さあここで立ちハイスラー画面足追い込んでエンガスヒット、前ハイスラーをここを砕けるヒールキャンセルから逆に攻めていく。ここはパインを持ちたいが攻めてもかないとソル側が走って追いかけてきますからね。いやしかしここは足場に立ち合い、ここでバーストーン痛いコンボ入ってしまいましたね。 2S 返してバーストーンだ。金 S 円安からエリアルコンボはジャンプ D 画面端追い込んでパイン投げて、さあここで崩してブライダルショットショットで一気に殺しきる。一本選手はイサエルフルト。さあエース2ハイスラー足払いキャンセル、ブライダル画面端に追い込んで走りすぎて燃えている、落ち方面白い。前 P、 さあ端ちょっと逃げないとまずい、ここはラッキー画面端投げて前 P と中段からのブライダル KS ハイ D 画面端落としてデッドアングル。さあジャンウェス透かしてディーループ難しい、しかし確かにヒットミスった後の方がやっぱうまいですね。バックしてから 2K から決めて画面足、さあそのまま確かにこちらも速い追いかけるパインを持ったらガンガンダッシュ中盤デッドアングル回避してどうなる、グチダッシュ通した、ファーストがここで溜まるがうまい、やはり直下からはしっかり投げる、ショックが前に出てパインがあるがエンゲストラバイを構えてヒールキャンセル追い込みたい、ジャンハイ表から誘ってハイスラッシュまで、モッチーソル取り返す最終ラウンド。さあブライダルもありますのであまり深追いしすぎると返されてしまいます。さあ橋ここで大ダメージを奪うことができればかなり大きい、おっと爆発バーストも難しい、そして体力もかなり奪われた、モッチーソルバースト使って投げ5万キャンセル、キングスからエリアルコンボ勝ったのはイサエルヘルト。じゃあまず、左ブロックですね、 A ブロックの、勝者を決めます。カリンチュさんと、中須ベッドマンさんのベッドマンで A 問題です。さあ、これに勝ちますと負けトーナメント勝ち上がりの、そうですね、右ブロックなので七夕さんと当たりますね、勝った方が。で、準決勝が決勝進出になります。この後の試合これだから準々決勝ですね。さあ、ロックスベッドマンに対するはチャレンジメディア、まずはベッドマンが体力半分ほど奪っています。
ここでバースト。やはりこう周りに言われてるからこそ気をつけるところもあるでしょうね。なんかあんまり触れるのあれかなと思ってますけどね。さあ亀梨、これ一気に体力逆転。前橋ら団子石シータスク、前橋ら前以外から攻めれます。今回の、前橋ら強いですね。ミヤ、おーっとバラが刺さる。結構画面端立ちっぱなし、ガードしてどうすんのこれ。シークレットガーデンやばいっすねこれ。まあ、シークレットガーデン一応3回するあるんでしょうけど、その前、うわー、なんだ、運が漏れたか。ヒットして、またシークレットガーデン、やばい、これはまずい。ガードを固めても、続く拓。さあ、針投げて、2B、2B、2K、立ち足当たらず、しゃがみくらいに当たらないのかな。金 S、投げを決めて。立ちハイスラバースト読みつつ攻めていく。ジャンピーで追い返して、ジャン S、 P から金 S、 C タスクからの A タスクを投げて、ジャン S ヒット立ち合いからコロコロ転がって 2K、 円 S、 2S 追い返したい。 P、 P、 K ときてどうする。さあここでしっかり確認からエリアルコンボ最初ラウンドへ。まあ早期弾ですね。確かに確かに。シータスク、そして 2K 立ち合いサラ、なかなかこのレベルになってくるとマイハイサラを生で重ねるはせずに、その表のタクでバスト当たってますね。しっかり確認しております。じゃあはい、立ちハイ、B タスク、ロマンキャンセル、立ちハイサラ、ジャン D、恥を背負うが、さあ少し悩んだ。うまっ、あーっとこれは痛い指導が入る。ここでバースト取ってくるが、シークレットガーデン、これは引かないといけません。ジャンピーうまい、クーダイク、ジャンピー PS、 細かくダメージを取って、ジャンピーから空中投げ、大きい攻め、黄色キャンセル。さあどうする、黄色キャンセル、こちらも黄色キャンセル、空中投げ、大きい攻めはタンデルから中段、今度攻めないといけません。上海、ここはタッチ経過蹴っ飛ばして、勝ったのはロックスベットマン。目で追えないものと見えないは道義ではない、存在が確認。それでは A 番台続きまして、伊佐さんのエルフェルトとトゥーリオさんのイノ。トゥーリオさん今日一声向けちゃいます。あれまた優勝したんですかブレイブル。今日もブレイブル優勝したんでギルティ優勝で、これなんかフラグになってる気がするんですけど大丈夫ですか。言わない方が今でありますよ伊佐さん。さあ伊佐さんですが、今日もブレブル優勝してきたということで、またギルティブレブルともに優勝したい V やねん。さあしかし前回達成したかりましたモッチーさんは、先ほど倒したということで、あと2試合ですね。ここ勝ちますとレイドさんのエルフェルトと、決勝進出をかけての試合となります。準々決勝第2試合。まあけど、ブイヤネンだけが結構ね、話題になりますけど、ヤクルトスワローズもね、メイクみるみる的なね、いや、おかしいでしょみたいな感じありましたよね。懐かしいな。さあ、行きましょう。トゥーリオイナ対、さあ、ギリティ、ブレブル両方優勝したい、イサ・エルフェルト。さあ 2S 立ちハイサラ打ち込んで画面端、円 S 立ち合い攻めとしてケミフル。さあガード硬い、 TS 直下から円 S になりましたね。さあ投げて置き攻めは音符重ね、中段中段着地下段を通して2ハイサラカウンターヒット、これはうおっとマジか、当たらない、ちょっと空中して終わり際で、あーっと前出て下がって打ち込んで画面端、これはガード不能、当たらない、
爆してかなんかで暗い人間の形になって爆発当たらなかったんでしょう。それともタイミングが難しいか。まあにしてもここは危なかったですけど、一方選手はイサエルフェルト。さあ亀橋パインがヒットジャニー落としてあとドミッチャクのハイスラッシュヒット投げなかったかケミカル。さあここで置き去りキングスが大木潰して亀橋投げ込みキングスが機能しています。2ハイスラー亀橋うわー燃えてブライダル最後はかっこよくジャッジメーターハーフ勝ったのはイサエルフェルト準決勝進出おめでとうございます。それではまず A 番台で、中洲ベッドマン対七夕スレイヤー、準決勝第1試合です。今日はね参加人数が、32参加だよとかのフルトーナメントなんで、それを全部 A 番台でね1回戦移しました。なので参加者全員の動画がありますんでね、だからちょっと遅くなっております。ごめんなさいね。さあ行きましょう。なんか気づいたらめちゃめちゃ仲良くなっていた印象があります、七夕さんのスレイヤーと、ロックさんのベットマンですね。さあオーラバトラーバスソロということでね、今は、何倍打ってるみたいですね。さあ画面足コンボ決めて、なんかやっとベットマンがのびのび動けるキャラクターだなみたいな、まあ、1回戦の長谷さんのスレイヤーもそうですけども、2回戦かやっぱスレイヤーベットマンは V みたいですね。ロマンキャンセル前ハイスラッシータスクさあすごい悲しそうな一番つらいかKP と決めて打ち上げてシータスクにバーソン。コパンニケ立ち合いすら B タスクデジャブ B から着地下段、しかもバウンドして、あー やばい画面端に抜けられないやつですよこれ。投げを決めて画面足吸血足はいい助けて返して、あっといい判断でした難しい冬。そして A タスクこれそうですね D ステップ潰せるのが強いですね。うまっ、あー危ない生きてないB タスクかなと思ったんですけど、ね、A タスクでしたね。さあ決勝進出は中洲ベッドマンおめでとうございます。では A 番台でレイドエルフェルト対イサエルフェルト。あ、しかもランクアップダメでした。やっぱベッドきつそうですねで一応そうですね、見た感じ今作ではかなりきつい方の組み合わせっぽいですね。さあエルフィールと同キャラ戦、さあ行きましょう。ワンピー側レイドエルフェルト、スーピー側イサエルフェルト。さあまずパインの中現れたのはイサエルフェルト突き上げバーストさあコンヒール使って、おマイハイスタでコロコロ転がる。あエンゲスしっかり確認、画面足レイドエフェルトが攻める。前ハイスラー構えたヒット、ああバーストまずいいってラッキーラッキー画面足ガーフしちゃうぞからの、ここは暗い逃げの形にハイスラッシュ画面中央大きめパイン投げてブライダル警戒、前ハイスラーおしばい誘って一本選手はレイドエルフェルト。同じタイミングで技が飛んでくるハイスラッシュ、さあ空中投げこれはうまい、ブライダルに前ジャンプを合わせて空中投げ突き上げショット画面端ファイン投げて、おっとここで崩すどうする、ブライダルショットショット
突き上げショットを落としてガーフ25、おバックステップ避けた、すげえ対策していたか、突き上げからショットショット画面端マースト溜まるがどうするの、溜まって当たった、ロマンキャンセル、ニエス勝ったのは優勝ならずザワードモッチーさんめっちゃ嬉しそうですね。そういうことで、敗者受けた勝ち上がってきたのレイドエルフェルト、決勝戦はロックスさんのベッドマンと、レイド君のエルフェルトで2試合選手となります。さあやはりフラグでしたかね、うめき声というかあれですね、モッチーさん七夕さんあたりのザマーみたいな感じのお話ですね。さあ決勝戦は2試合選手となっております。 1P 側レイドエルフェルト対 2P 側中洲ベッドマンです。これどうなんですかね、この組み合わせは。あれこの組み合わせマジで俺分かんないな、どうなんのこれちょっと分かりません。多分ベッドマンのすごい角度をつけたこの、強力な判定を持っている攻撃、ジャンプ攻撃ですね、これを L 側が落とす手段あるかどうかですよね。さあジャイアンス、エンゲス2敗すら触ってしまえばいつもの、攻めにまでいけるんですよね、硬いんです。さあチャンス、ショットショットを構えてパイン投げてコパンコパン、デッドアングル A タスク、コパン 2K 立ち配したら B タスク画面足デジャブからの前ハイなんか起こって B デジャブですね。さあここあっと難しい判断だった今のは、 C タスク振ってきて A タスクどうなる、あっとブリッツ漏れたか、一本選手はロックスベットマン。タイムスにイエスとエンスがカウンターヒット、アユシグライダルから画面端、わーっと炎を持ったまま画面端で爆発、2敗すらを C タスクで潰して追いかけるベッドマン、しっかり直前ガード、ショットが団子石前に出るが小づく小づく、ショットパインを前足で取って攻め交代かと思いきや、ショットでパインが誘惑ダメージを奪って、ここはしっかりフォロード、判断が素晴らしい、ニエスを振ってテイスの技で押し返したいんですけどもきつそう。さあうまい、これは連続ヒットお見事、最終ラウンドハメ太郎ハメ太郎、面白いからちゃんと見た方がいいよ。さあ最終ラウンド頭を投げてジャンエスからエンエス、この組み合わせどうなの、ゴムぐらいすげえなベッド。さあ B デジャブヒット、すごい勢いで画面中央へコルドを使いつつジャンプ先端、ニエスも空振りに固めてジャンプ S 乗っかってニエス A タスクキールキャンセル、ジャンハイスラエンエス、これ強いね、 L 落とせないよね多分ね、あ難しいな、エースか。さあここでエリアルコンボを運んでロックスベットマンがまず1試合選手、さあ優勝へリーチをかけていきます。上海先出し、ああジャンディーじゃなくて上海やん、ああなるほどね、ジャンパイスの早出しとかそういうのもあるんですね。さあ行きましょう、優勝なるか長洲ベッドマン対レイドエルフェルト、まず1試合選手はベッドマン、さあジャン、うおすげえベッドがバウンドしてる画面端、しかしシータスがこの形に持ってかれると一気にダウン取られてしまいますんでね、バースを使っていきます。
B タスク引き逃げ、ジャン S ブリッツうまい、落とせないならブリッツすればいいじゃないってことですね。すごいですね、いい距離、あの距離でのナイス判断でした。画面足さあトラバイヤー構えたが、うわベッドが横に縦にテトリスの L みたいにL 字みたいにグニン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 グ動いてますね。 L 字じゃなくてもいいよな、普通に長い棒でいいよな。空中投げ、さあ間がある、 A タスク黄色着手下段立ち合い、なんだ今の。 B タスク置き攻めはジャンハイからのニエス、どうする、これはどちら、ベッドマンニエス、この低姿勢のニエス強いですね。優勝エディチはナガスベッドマン、さあブライドル、さあレードエルフでも攻めるが、ここはうまいコパンからしっかりキンエス抜いて、マイビーキンエス、ここでバースト、おーっとこれはついてない、しかしチャンスものにしたいレードエルフルト、攻めたい攻めたい、前ハイスラートラバイが構えたが、続くに対してすぐさま宙に揺られてしまう、この当てりがつらいですね。ただ当てみを取るだけではなく位置を入れ替えられてしまいますので、せっかくね端に持っていったのに、このもう一度捕まえるところをやらないさなきゃいけない、それがきつそうです。高めし、ショットショット突き上げ、ショットショットからガード不能、ルートはちょっと難しいか、前背取って、さあここで端はまずい、端はまずい、逃げたいところだ、しかし空中投げ2K 立ち配すら飛んだり引っかかりそうな打ち方、ポパンから歩いて投げて、エンエス K S 金 S C タスク、ここでバースト追いかける、突き上げはうまいこと浮遊でチクタクチクタク回避、そして最後はジャンプ B、 優勝は中洲ベッドマンさんのベッドマンとなります、おめでとうございます。ロックさんですね。というわけでね、本日優勝商品があるんです。ロイさん、ロイさんこれを渡してあげてもらっていいですか。お土産、お土産の詰め合わせです。はい、優勝商品です。今日めっちゃ入ってます、ぜひ韓国勢の方が持ってきた、お土産の詰め合わせとなっております。お酒も入ってるんで家帰って飲んでください。はい、おめでとうございます。さあ、というわけでですね、明日が前夜祭 3-on-3 大会、明後日がアークレボです。アークレボ何時からやるかわかんないんですけど、多分ちょっと遅めらしいんで、ちょっとゆっくりね、前夜祭終わった後ゆっくり寝て、皆さん優勝目指して頑張ってください。はい、というわけで本日のシングル大会ね、本当に長くなってしまいましたが、参加者すべての、動画を、残すことができたんで、今ちょっとエンコード止まっちゃってるんですけども、動画上がるのを楽しみに待ってください。お疲れ様でした。閉店までね、のじあいの方配信いたしますので、皆さんそちらの方もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。